諸君こんばんは。中学1年生ですね。1年の復習、こいつを過去問を中心にやっていきましたね。頑張りました。いよいよですね、皆さんね、まあ今日3回目ですが、1月のですね、まあみんな少しずつ徐々に集まってきましたよね。よかったよかったね、気をつけてまいりましょう。それではこちらです。まずは四角一番の6、10、12という計算問題を引っ張ってまいりました。今日はね、とっても簡単な問題をゆっくりしっかり解説するからね、まずは70点ぐらいを目標にしてる人頑張ろうね。はい、それでは見てください。まずはこの累乗の計算を先にやります。マイナス4を2回かけてくれというのだから、マイナス4かけるマイナス4という約束なので、ですのでここはプラス16になります。このマイナスは取っておいて、ここの計算をここに答えを書こうじゃありませんか。マイナス56割る7ですよ。7×56 ですから、マイナス8っていう答えが出てきますよね。ですので括弧をこの後開けます。括弧の前にマイナスがついてるから、中身の符号を変えて出してくる、こういうルールでしたよね。ですので16+8だから答えが24という形になれば出来上がりです。イエーイ。次は分数にマイナス8をかけていますね。4と8が約分ができるので、ここで一旦約分をしてしまいます。かけるマイナスになりました。分子が式、つまり多項式であるもんですから、括弧をつけてマイナス2をかけてあげます。となるとこれは 3y-7×-2 ですので、マイナス2を両方に分配かけてあげたらいいんですね。すると 3×-2 で -6y、 -7×-2 ですからマイナスが2つでプラスになりますよね。ですので7、2、14、おしまい、パフー。次は、まあ、基本的な形の綺麗な式になってますよね。 6-4 を分配しましょう。すると 6×2=12x、マイナス6、3、18、マイナス4、5、20x、プラス、なぜプラスかっていうと、マイナス同士をかけてるからね。マイナマイナでプラ、4、7、28。あとは同類項をまとめます。 x の項は 12x-20 ですよ。だからマイナス8が出てくるよね。マイナス 8x、整数同士はマイナス18プラス28ですので、プラス10。どうでしょう、こんな形で答えが出てきました。そしたら次は代入です。 x がマイナス6の時、 2x の2乗マイナス80はどんな値、つまりどんな数字になりますかっていうことですよね。 x にマイナス6を入れてみましょう。マイナス2かけるマイナス6の2乗です。プラス80ですね。マイナス6の2乗はさっきもやりましたけれど、マイナス6を2回かける、こういうことですね。ですのでプラス36になります。ほらほら、マイナスかけるプラスなのでマイナス72ですね。プラス80、答えは8と出てくるでしょう。次も同じです。 x にマイナス4、y にマイナス9を入れます。7×-4、-3×-9、ここマイナス1個なのでマイナス28、ここはマイナスが2つ、マイナス同士の掛け算なのでプラスになりますよね。27、答えがマイナス1。イエーイ。それでは今日の問題の中では一番内容の深い問題を一つここで取り上げてみました。一辺が2センチの正三角形の紙、ここです。正三角形なんです。図のようにつなげていきます。これ4枚つなげました。1枚、2枚、3枚、4枚ですね。1番、紙を5枚並べた時の周の長さは何センチですか。ですので5枚を書いてしまいます。
ここに1枚つなげて5枚にしますね。そうすると週の長さですから2センチ、1、2、3、4、5、6、7、2センチが7個あればいいですよね。ですので 2×7、 答えは14センチと書いてくれれば楽勝ですかね。問題は2番なんですよ。今日は2番のことを理解してもらえると嬉しいなと思って、頑張っていこうと思います。紙を N 枚並べた時の周の長さはどんな式になりますか。 N を使ってね、どんな式になりますかっていうんですが、これは規則性を考えなくちゃいけないので、ちょっと1枚、2枚、3枚、順を追って何センチになるのかをちょっと確かめてみますね。まず1枚の時です。つまり紙が1枚の時ですね。1個です。222だから6センチですよね。2枚の時はどうですか。こう来てこうですよね。1、2、3、4、2が4枚あります。ですので8センチになりますね。3枚の時にはこうなってこうですよね。1、2、3、4、5、2が5枚ありますので10センチ。4枚の時にはこうなってこうなってこうなってこうですね。1、2、3、4、5、6、 2×6、 12センチ。同じようにして5枚の時には14センチでしたよね。はい、これで全然十分です。さあ1枚紙が増えることに何センチ大きくなってるでしょう。まずここですね。そう、その通り、2センチずつ大きくなってますよね。で、こういった一定で2センチずつ増えていたら必ず 2N と書いてしまってください。 2N プラス四角と書いてしまいましょう。そして1枚というのは N が1の時、2枚というのは N が2の時なんです。だから N が1の時にこれ6センチになったのよね。6になるように設定してみてください。 N に1を入れた時にこの式が6になるためには四角の中に何が一体入ればいいでしょう。2×1 なので、ここは2になりますよね。2プラス四角が6になるためには、4だよね。ですので、ここには4しか入らないということ。たったこれだけでいいんです。これでおしまいなんです。この答えは、2N プラス4だよっていうふうに言っちゃって大丈夫なんですよ。もう一度確認します。2個ずつ増えていたら 2N プラス四角と書きます。そして N が1の時いくつになるようにセッティングしてください。6センチですから N が1の時6になるように今回はセッティングすればいいんです。これはプラスだったんですけど当然マイナスの時も出てきます。例えば3個ずつ大きくなってったとしましょう。例えばね、3個ずつ、3センチずつ大きくなったとしてたら 3N プラス四角って置きます。そしてもしもですよ、 N が1の時1だったとしましょう。そしたら1にセッティングします。1にするためには四角に何が入ればいいでしょう。 3×1 だから3ですよね。3プラス何が1になるかっていうとマイナス2が入りますよね。3-2が1ね。こんな時はマイナスという規則性ができればいいんです。プラスの時もマイナスの時も四角の中はあります。もう一度言っておきます。 N が2個ずつ増えてます。あ、ごめんなさい、2枚ずつ、2センチずつ増えてますね。ですので 2N プラス四角と書いてしまいます。この問題ね。そして N が1の時6センチであるから 2N プラス四角と書いて N が1の時6センチになるようにセットしてあげるんですよ。セッティングしてあげるんですよ。ってことは4しか入んないですよね。
ですのでこの規則性は 2N プラス4、こんな具合でやってみてください。最後の問題いきましょう、方程式ですね。まずこいつは10倍します。小数ですから 2X プラス13イコール 10X プラス29、あとは移項ですね。 2X マイナス 10X イコール29マイナス13、マイナス 8X がイコール16かな、 X イコールマイナス2。分数式です。6と9の最小公倍数はそう18だよね。だから18を括弧してかけてあげるんです。ここで約分です。6分の18ですから3ですよね。9分の18ですから2ですよね。つまりこの式はこういう式だったんですね。括弧を開けましょう。 3x プラス3、2人が 4x マイナス2、移項しましょう。 3x マイナス 4x がマイナス2マイナス3、マイナス x イコールマイナス5ですので x は5。いかがだったでしょうか。今日は簡単な問題を中心にしっかり解説をしました。じゃあね、次も頑張るからね。ではまた。